オリンピック目標ベスト4ですね、その先に見えるメダルも、ベスト4を目指していたらメダルも見えてくると思うので、いい準備をして頑張っていきたいと思います。大学生の3選手、15人制の日本代表がワールドカップであれだけの活躍をしてくれたことで、今日本の国内でラグビーブームが沸き起こっている中でのこのオリンピックアジア予選、すごくプレッシャーもあったんですが、またこの我々7人制日本代表がオリンピックを決めることで、日本国内のラグビーブームをさらに加速させることができるっていうことを、選手同士でも話してて、で実際優勝することができて、そうですね、すごくその日本の今ラグビーブームっていうのは我々にとっては追い風になっていると感じます。オリンピックという最高の舞台にチャレンジすることができるので、しっかりいい準備をして、さっき松井千人が言ったように、やるからには金メダルを取れるように努力していきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。まだまだセブンズはオリンピック競技にはなっていますが、日本の中では知名度はまだあまり高くなりません。オリンピックということで多くのメディアの方に取り上げていただき、本当にこのセブンズの競技が多くの皆さんに知っていただいたきっかけになったというふうに思っています。オリンピック出場を決めましたが、まだまだこれはスタートラインです。今後リオ大会でメダルを取るためにですね、さらなる強化を続けてまいりたいと思っております。そうです、顔皆さん出してくださいね。そうです。